アイテム番号、SCP-785-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現代社会において、SCP-785-JP は一般人の会話から発生し得る存在となっています。SCP-785-JP を抑止する方法として SCP-785-JP 及びそれに近い言動や考え方を否定する情報のルフが続けられていますが、確実な成果は挙げられていません。SCP-785-JP に、を延々とした有益な事例が継続して発生しているため、否定的情報に強い説得力を持たせることが困難となっているためです。現在、SCP-785-JP への対処法は、SCP-785-JP が異常な現象の発生源になるという情報の抑止が中心となっています。SCP-785-JP 関連現象の第一段階に相当する情報が確認され次第、関与した人物への記憶処理と情報の隠蔽が行われます。SCP-785-JP 関連現象の第二段階が発生している対象者 B の実例は、発見され次第、まずは監視の対象となります。対象者 B の収容や保護が必要と判断された場合は、強制的な拘束といった、SCP-785-JP による反発を招くような対応は控えてください。説明。SCP-785-JP は会話中の発言です。発言をした対象者 A とそれを聞いた対象者 B が特定の人間関係にあり、その発言内容が特定の趣旨に該当していたならば、その発言は SCP-785-JP となります。発言内容において重要な要素はその趣旨であり、その発言を SCP-785-JP として成立させるにあたって、特別な言い回し等は必要ありません。SCP-785-JP が発言された場合、最大で2段階の特異な現象が発生します。SCP-785-JP 関連現象、第1段階。対象者 A は、SCP-785-JP を発言して1年以内の就寝中に、警察署で取り調べを受ける夢を経験します。どの夢の事例でも取り調べの担当者は共通の人物。SCP-785-JP-1 であり、SCP-785-JP-1 は非常に高圧的な態度で、対象者 A が本当に SCP-785-JP を発言したのかどうか、執拗に追及します。SCP-785-JP-1 は取り調べの中で拷問器具を見せびらかし、身体的な刑罰や死刑を示唆する発言を行う等により対象者 A を脅迫します。対象者 A が取り調べに対して明確な回答を行うことで、夢は終了します。対象者 A が SCP-785-JP の発言をはっきりと認めた場合、SCP-785-JP 関連現象は次の段階へ進みます。発言の事実を否定した場合、この段階で特異な現象は終了します。SCP-785-JP 関連現象、第2段階。対象者 A の死後、第2段階の現象が開始されます。なお、現在までに対象者 A の死と SCP-785-JP との因果関係は認められていません。第2段階においては、一定の人物が対象者 B の周囲に現れる対象者 A の姿、SCP-785-JP にを視認するようになります。SCP-785-JP には基本的に、対象者 A の死亡時点よりも若い頃の姿で観測されます。例外なく、SCP-785-JP には口から大量の血を流していると報告されています。下顎が完全に欠損している SCP-785-JP2 の実例も少なくありません。SCP-785-JP2 を観測することのできる人物には、対応する対象者 B に憎悪や害を抱いているという傾向が見られます。記録によれば、前述の悪感情が強ければ強いほど、その観測者はより鮮明に SCP-785-JP2 を認識するようになり、また SCP-785-JP-2 が、睨んでくる、近づいてくる、などと主張するようになります。データ削除済み、
なお、一件の SCP-785-JP 関連現象における対象者 A と B が1名ずつとは限りません。同じ対象者 B に複数体、多くは2体、の SCP-785-JP-2 が観測されるケースも確認されています。以降の情報は専門の研究人員や上級職員の他に、対象者 A の候補となった職員に対しても閲覧権限が与えられます。注意。通知を受けた職員は、必ず下記にアクセスしてください。制限情報785-1。アクセスは承認及び記録されました。SCP-785-JP 研究室長からの通達。個別の通知を受け取った方へ。まずは、おめでとうございます。あなたに新しい家族ができたことを、心より祝福いたします。あるいはもうすでに、その腕に抱いてあげたことがあるのかもしれませんが。ところで、あなたはとても幼い頃、死、というものに対して過剰な恐怖を抱いたような経験はありませんか？自分が死ぬことはもちろん、いつもそばにいてくれるパパやママが死んでしまって、いなくなってしまうことを想像してしまい、どうしようもないくらいの不安に苛まれたりしたことはありませんか？そして当時のあなたは、すぐそばであなたを見守るパパかママに、こんなことを尋ねたりはしませんでしたか？ねえ、パパ、ママも、死んじゃうの？死んじゃいや、お願い、死なないで、と。もし、その時に、あなたのパパかママが、あるいはあなたが、あなたの指をぎゅっと握って見つめてくるその子に向かって、大丈夫。パパ、ママは死んだりしない、と答えたとしたら、あるいは、身体はなくなってもお星様になって見守ってあげる、なんて回答でも構いません。それが、SCP-785-JP です。SCP-785-JP-1 は夢の中で、義のように対象者 A に迫ります。もし本当にそんな無根拠な、嘘、を言って、いたいけな子供を騙したというのなら、それは重大な罪であると。そして巨大なペンチを振りかざし、こいつでお前の舌を引きちぎってやる、安らかに死ねると思うな、などと脅してくるわけです。それでも対象者 A、つまり対象者 B の保護者が、SCP-785-JP の発言を認めたのであれば、その死後、その姿が、愛し子、愛し子の近くに現れるようになるのです。その子に危害を加えようとする者にしか通常は見えない、口の中をズタズタに破壊されたような、その姿で。ここまで聞いた時点で、幻滅の中身に気づいた人もいるかもしれません。SCP-785-JP-2 あれは、ただの、人間に対しては脅かすくらいしかできません。SCP-785-JP-2 が鮮明に見えていながら、その眼前で対象者 B に対する殺傷や略奪を成し遂げた犯罪者の霊は枚挙に暇がありません。しかし、SCP-785-JP-2 は逆に、あれと同じような超自然的な力には、ある程度の対抗能力を持つのです。と言っても元は基本的にただの人ですから、一体あたりの力はたかが知れています。偶然あれがケテルクラスのオブジェクトと対峙する羽目になった記録が残っていますが、あれは対象者 B が踏みつぶされようとするのをたった1秒だけ遅らせて、彼を逃げ延びさせる程度のことしかできませんでした。それも自身の消滅と引き換えに。それでも、この SCP-785-JP-2 の能力のために、SCP-785-JP の扱いについては今でも大きく意見が分かれてしまっています。オブジェクトの保護という観点からは、他のオブジェクトに危害を加えかねない SCP-785-JP-2 を生み出す SCP-785-JP を野放しにはできません。戦術の SCP-785-JP-2 を目撃した犯罪者に関連する隠蔽のコストも、軽視することはできません。ですが一方で、SCP-785-JP-2 を有用なものとして注目している勢力も我々の中には存在しています。中には機動部隊、子煩悩、
なんていうものを計画している職員もいるようです。我々の基本方針を考えれば、あなた方への正式なアナウンスは、SCP-785-JP を発言しないでください。もし発言してしまっても、SCP-785-JP-1 に対してはその事実を否認してください、といった内容になるでしょう。しかし前述の状況により、まだそれを強要すべきとも決まってはいません。あなたの大切な人を対象者 B にするかどうか、その最終的な判断は、現時点では、あなたの方で決めてもらって構わないのです。そもそも異常性を指し B 対一般的な話として、SCP-785-JP を発言することに異を唱える方もいることでしょう。どんなに幼くても、死については真実をはっきりと教えるべきだと、その考え方ももちろん、尊重されるべきです。あるいは我々のたゆまぬ収容努力によって、そういう考え方になってくれたのかもしれません。SCP-785-JP-1 も、SCP-785-JP は罪だと非難していますしね。ちなみに SCP-785-JP-1 の夢を見た後の対象者 A は多くの場合、ハムスターや虫のような短命のペットだとか、死について教える絵本なんかを子供に買い与えるのだそうです。ただ、意見はいろいろあるでしょうが、こういうものが世の中にあるということは、知っておいて損はないと思いますよ。未来へ残すものを持つことになった、あなたのような人にとってはね。それでは、あなた方の今後ますますのご活躍を、お祈りしております。